はい、18番目です、はい。新聞や雑誌に連載された漫画をまた、ね、広範な人気を博した。えー、中でも、タワ水宝のノラクロは、戦前の民衆に、えー、広く受け入れられた。漫画は昭和初期に全盛期を迎えたが、戦後も空欄によってストーリー漫画の新たな形が作られ出され、現在の発展につながったと。では空欄に当てはまるですね、えー、人物を選べということです。これも形容の問題ですね。えでは、5秒で考えてください。どうぞ。 ということで答えは、はい、えー、1番の哲我治さんですね。はい、哲我治さんですが、はい、鉄腕アトム。えー、これが、はい、初の連続テレビアニメですね。えー、まあ、これがストーリー漫画の、あれかな形ということですね。その他、火の鳥、ブラックジャックなんかを描いて有名な方ですね。えー、長谷川もちこさんはサザエさんですね。はい。なつぶらえいじさんはほら、これ、ウルトラマンとかね、映画監督とかね、やってる人ですね。はい。では、次です。 えー、19番目です。はい、1949年に、えー、え、の、下期、東牛で、アフターガー賞を受賞した作家は誰か。はい、では5秒上げますから考えてみてください。どうぞ。はい、答えは、ドンはい、えー、井上康さんですね。はい、な、野茂広さんは真空地帯っ作品ですね。まあ、いや普通覚えませんね。で、まず行きますと、対戦後、純文学と大衆文学。 二つの要素を合わせて持つ中間小説というものがね、流行したんです。中間小説が流行です。えー、小林陵の無情ということ。坂口安吾のダラクロン。で、今回のこの大岡翔平はこれですね。良基と霊的戦地。伸び。それから、太宰治ですね。人間失格。走れメロス。車用有名ですね。で、今回の答えのこの井上康さんが闘牛で、これで芥川賞を受賞です。 三島由紀夫さんはさっき出てきた金閣寺や仮面の告白、えー。峠山基地のですね、原爆、えー、この詩集はですね、早稲田では結構出ますから知っておきましょう。あんま他では出ないですけどね、早稲田ではこの原爆死集は、資料自体がね、出てますからね。はい。では、ついにラスト問題です。えー、1993年、日本では初めて法事寺地域の仏教建造物、姫路城。翌年には京、古都京都の文化財が登録され、 その後、B、伊勢島神社、古都奈良の文化財、日光の社寺、琉球王国のグスク及び関連遺産群などが、また2007年には岩見銀山とその文化的景観が登録された。空欄 B には戦争という悲惨な歴史、人類の愚行を記録するいわゆる不の遺産として記録されている文化遺産の名が入る。では、空欄に当てはまる言葉を考えてください。5秒で、どうぞ。ということで、もちろん答えは、ドン。 はい、えー、ということで、もちろん、はい、原爆ドームです。はい、原爆ドームですが、世界遺産として登録された、あ広島原爆の爆心地で、ね、平和記念公園に建てられている記念誌、えー、や、平和記念資料館も訪れ、第二世界大戦を考えていく素材ということになっています。まあ、世界遺産ですけどね、とにかく、最終的にもう一回ここは確認しておきたいです。まず、法隆寺地域の仏教建造物、法隆寺の他に北旗寺が該当しています。 姫路城、有名ですよね。白山城と呼ばれるところですね。池田照正さんが、あまあ、築城したお城です。連日式天使閣で有名ですね。で、その他は、はい、逸島神社、何回か見てますよねえ。他の講座でも見てます。それから日光の社寺もまあ見てますよね。えー、琉球王国のグスク、まあ、ここは抜かれることもあります、実際。で、岩見銀山も確か見たことがあると思いますね。配布記法の話はしてます。で、今日はあえてですね、最後に、まずは一個見ておきたいのが、これ。 一応これで、古都京都の文化財って実はたくさんあるんですよ。何がここに登録されているのかという話。えー、それから一応ここにはないんですけども、その他ですね、はい、えー、いわゆる和歌山県のところですね、えー、の世界遺産をもうちょっと見ていこうと思います。ではまずいきます。京都古都の文化遺産です。えー、点在する17箇所の自社と城郭で構成されています。 まず、えー、この、上賀茂神社ですね。えー、その他、下鴨神社。はい。これがそうです。私がちょうど行った時のね、上茂神社の写真です。はい。えー、これ、入り口、ここからずっと歩いていくので、結構ね、えー、かかります。えー、で、こちらが下鴨神社ですね。ちょうどこれは、はい、コロナになる前にちょうど私とと思うんだけど、まだマスクしてないかと思いますけどね。えー、これ下鴨神社の写真ということになります。はい。 で、次にですね、えー、京王国時当時。まあ、これご存知のですね。はい、えー、空海。佐賀天皇から溜まったもの。そして、清水寺です。清水寺ですが、ちょっと見ていきますと、清水寺は、まずね、押さえておきたいデータが、実はあの、坂の上の田村村さんが作ったんです。坂の上の田村村さんが作ってます。で、世界遺産です。で、現在の清水寺の本堂自体は、江戸時代に再建したものです。江戸時代に再建したものですね。家計作りといって、 まあ、釘を使わないで今日を組み合わせてますね。広い舞台で平安時代の和洋の様式を伝えています。今年の一文字があって発表するこれです。ここの部分、これが家計作りという作り方をしているところですね。はい。では次です。えー、その他、延暦寺。まあ、これはもういいでしょう、そのままね。で、第五寺。仁奈寺。えー、そして平等院もまあご存知ですよね。えー、もちろん、まあ、藤原頼光さん。藤上神社。まあ、ここは多分事件で出ないでしょう。高山寺。あんま出ないですけど、一応長寺があるところ。 西宝寺苔寺。まあ、ここはですね、ええー、いわゆる、うー、庭園が有名なところです。で、その他、天龍寺。これちょっと天龍寺引いてないですけど、天龍寺もこれ覚えない天龍寺はこれ京都御山の、ええー、これ1位ですね。で、六音寺と自称寺です。通称金閣寺と銀閣寺と言いますが、正確には六音寺と自称寺です。はい、金閣と銀閣ですが、まず六音寺金閣、自称寺銀閣、ともに世界遺産なんですが、 一つデータ。実はですね、これ、小国寺という京都五山の2位、足利義満が作った寺の、実は一部なんです、このって。えー、六音寺と自称寺は三階卓中といって、卓中というのはそのね、敷地内にある寺で、山の外だから、小国寺の敷地の中ではないけども、その支配下の寺院なんです。だから両方とも実はこれ、小国寺の、いわゆる支配下にある寺ということは押さえておきましょう。はい。 で、小国っていうのはこれね、大臣のことを指しまして、正確には足利義満さんは、ほら、大乗大臣になりましたよね。だから、小国、大乗大臣が作った手段ってっことです。もともとは左大臣、その後大乗大臣です。で、六音寺金閣は足利義満が造営した北山での社里殿で、神殿造り風と全修用からなり、義光の死後六音寺です。自称寺金閣、これは足利義満が造営したもので、書院造りと全修用の建物で、吉政の死後自称寺となっています。 ということで一応この絡みを確認をしておきたい。はい、その他ですね、この両安寺。龍安寺じゃなくて両安寺です。両安寺は西宝寺と,ともに、えー、まあ庭として確認をしてきます。その他西本願寺や二条城が指定されています。ということでですね、庭なんですが、海遊式庭園といってですね、池の周りをぐるっと回ると庭を一周できるものがあります。そして3番目の枯山水。枯山水というのは、基本的にはですね、 水を使わずに石や砂利、砂で水を表現するんですね。まず地線海遊式典園というのはでかい池があります。さっきもあったこの六音寺、これも世界遺産ですね。金閣のところにも巨大な池があります。ぐるっと回ると一周です。そして地小時点、これ銀閣のところ、これも世界遺産ですね。全、え、網、ー、が作ったと言われます。で、この裁縫時点、これがこの世界遺産のもので、苔が蒸してて苔寺なんて言うことをします。 えー、子供とか入っちゃってね、この庭を破壊するとあれなんで、現在子供は入れません。しかも大人であっても、これ事前予約が必要なんですね。その他、はい、これも世界遺産ですね天竜寺の園これは、はい、無双組織さんが作ったもので、えー、まあね、えー、元々あるですね、風景が入ってくるのを当然として作ったもので,ですね、嵐山というのが一部入っていこうのを当然としては庭で、風景を借景という言い方をします。 で、えー、枯山水ですが、両安寺の石庭庭園で、世界遺産で細川勝本さんが作ったものだと言われています。大小で、ね、15個の石を七五三に並べて、虎の子渡しなんて表現をします。えー、大徳寺大仙院庭園は山の水が変わる流れとなって大会に流れ込む様子で、まあ、ぶっちゃけこの中では、だから、これ世界遺産、世界遺産,世界遺産、これも世界遺産、これも世界遺産、これも世界遺産、これだけ世界遺産じゃないんです。ということで、かなり多いですよね。はい。で、あと最後に、 あまり授業で触れてなかったものは、この紀和歌山県の産地の霊場と産経道ここを最後に見ておきたいと思います。えー、和歌山、奈良、三重県にまたがる三つの霊場とですね、吉野、まあ、吉野も押さえておきたいですね、えー。五代五天皇がこう持ったところですね、えー。そして大峰、そして熊野三山、これですね。あと、高野山もですね、えー、覚えなきゃいけないですね。山産経道を、登録対象としています。熊野三山ですが、熊野本宮、熊野早玉、 ュマのなしという三つの忍者が世界遺産になっています。で、その他、金布仙寺というお寺があって、ここも世界遺産で、奈良の吉野にあって、縁のずる縁の行者という主言道のもとが開いたとされます。でですね、ここの座王堂という建物があって、なんと東大寺の大仏にすぐ日本で2番目にでかい木造建築とされてるんですね。はい。まあ、こんな感じで,ですね、この付近が非常に桜の名称としても有名なんでですね。まぜ、あ、ひですね、 え、まあ、事が落ち着いたら皆さん見に行っていただきたいなと思います。はい。という感じでですね、えー、一応、今回は、あまあ、戦後史の流れと戦後の文化、そして最後に、ついでにちょっと触れてなかった世界遺産のあまりをパパパッと見てきました。これでこのシリーズンは全て終わりました。どうでしたかなかなか良かったでしょいや、私は良かったと思ってますよ、結構。なかなか他では見れない、これだけのね、知識を皆様に無償で提供しました。 頑張って吸収してね、ぜひとも合格してほしいと思います。えー、必ずね、えー、皆様合格したら、ちゃんとここのね、えー、と、コメント欄に、ちゃんとコメントを入れてくださいね。皆様のいいコメントを期待しております。ではまたどこかでお会いすることになるでしょう。また、あその時はよろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら